ってます。コバトミクですぽー。ボーカルサイキです。はい、ギターのタナミです。ドラムのアカネです。ベースのミサです。熊本皆さん初めて？わー、2回目です。2回目か。そういえばインタビューさせてもらいましたもん。そうです、ひどいですね。初めましてでしたっけと思いましたけど2回目ですよね。僕いろいろ言っちゃってちょっとね、ダメだったんですよね、前回のインタビューで。ダメでしたっぽ。先日はね、いろいろ僕も失礼したので、今日はみくちゃん熊本地元ということで、みくちゃんのルーツをどういうとこでこういう風になったのか、こういう風になったって言って失礼ですね。だから失礼です。前回もなかなか失礼でしたけど、失礼ですっぽ。あと恥ずかしい方着替えていいんで大丈夫です。恥ずかしくないっぽ。メンバーさんなんでみんな大丈夫ですよ。はい、じゃあそれでは回ってみたいと思います。レッツゴー。さあ、今回はミクちゃんことコバトミクのルーツをたどりつつ、熊本の街を散策します。ミクちゃんとコバト、メイドとメイドのルーツというのは熊本にどういうものがあるんでしょうか。コバトがもともとメイドさんを知るきっかけとなった、働いていたメイド喫茶があるぽ。熊本にもう潰れちゃったんだぽ。コバトが辞める時というか、コバトが出る時にもう一緒に閉店みたいになったぽ。じゃあ稼ぎ頭だったってことですよ。そう、まあ、でもずっといたぽ。覚えてます、行ってみましょうか。覚えてますぽ。ね、てみたい。そのビルだけでもね、はい、どんな感じかね。こんなやつがいたとこを見てみたい。メイド喫茶で働いたことある人？あ、めっちゃ興味ないんじゃん、やっぱり。いやいや、でも私は興味ありましたよ。ね、高校生の頃メイド服着て、あの学園祭とか出たかね。そのちょっと目があるんだね。はい、はい、仲間。仲間。ゆきさん、店どうですか、覚えてます？覚えてますか、はい、こっちですかね。酒場通り。笑いすぎっぽ。酒場通り。コバトがお酒大好きなんで。そうなんですか、お酒だから。だからなのかなみたいな。もともと選んじゃってたのかなと思って。さすが。あ、いったぞ。こうです。無料名所は抜けない。いいですか、なんかすみません。違う、待って、あのメイドキスやってた頃はここは無料案内所はなかったっぽ。なかったっぽ。1階が2階だったっぽ。あまりの変わりように本人はもちろんメンバー爆笑。じゃあ上にどうぞ。違うっぽ。僕だ、ミキちゃんの音楽のルーツ辿ってるけど、これ蓋開けて大丈夫だから。蓋開けて大丈夫だ。ちょっとヒヤヒヤします。問題ないっぽ。大丈夫ですぽ。ちょっと小バトも不安だけど。ミクちゃんも気になったのか、恐る恐る覗いてみることに。大丈夫かな。突然のメイド姿にお店の方も言葉を失います。おお、全然変わってるっぽ。みくちゃんはですね、熊本出身で、はい、もともとこの店舗で働いてたということなんですけど、もともとメイド喫茶ありました？なかったです。やばい、難しい。バレてんじゃねえか。これなんか聞いてらっしゃいます？前はどうだったのか。はここがテキーラバーっていうところまでは聞いてるんですけど、その前がわからないですね。じゃあやっぱり少し変わってる、うん、でも何年前だっけ。7年ぐらい、7年8年ぐらい。じゃあ変わるかもね。でもここの壁とかそのまんまですぽ。ここはいじってないです。そうですぽね。ここの壁そのまんまですぽ。白壁がね、こっちではなかったぽ。わかりました。仕込み時間にもかかわらず気さくに対応してくださるご主人で、よかったです、本当に。この辺り食べに行ってたなってなんかないですか。うん、そうですっぽね。あのケーキ屋さん、うん、スイス。はあ、熊本にねスイスがあるんです。スイスというね、もう熊本県民は全員知ってるケーキ屋さんがあって、うん、そう、ケーキとか大好きなんです。大好き。大好きです。でなんかみんなお腹すいてそうだからね、うん、あの買って後でちょっと食べましょう。やったっぽ。スイスによく行っていたというミクちゃん、早速訪れることに。ミクちゃん、ここですっぽ。スイス、コバトがよく行ってたっぽ。
ていうか忙しさ的に大丈夫ですか？いや、そんな知らない。あ、分かりました。まだお店ね、入りますっていうのちょっと僕聞いてこようかなと思って。アポなしなんですね。はい、家だってやれたらすいません。頑張ってください、はい、ちょっと行ってきますね。はい、いってらっしゃい。ポー、これ熊本の店ならどこでも行けるって。ケーキ、取ることケーキ。これで行けなかったらサイちゃんどうする？ポー、土下座だね。土下座までさせちゃうの？ちょっとそれ見たい。ポー、部長様に確認いただいております。庄司の土下座か、それとも取材許可が下りるか、果たして一体どうなる。結果は後ほど。バンドメイドのために取材交渉に行ったっきり戻ってこない庄司。お買い物させていただいて、そこを回させていただきます。おっしゃっていただければ。すいません、お願いします。庄司が出てきました。果たしてどうなったのか。すごい、でも端の方によってすごい、こんなちっちゃく不安そうなんかうるーんってしてるのみんなで見てました。ぽよかったです。ぽでは美味しそうなケーキいっぱいなんで選んでみてください。行きましょう。すいません、お邪魔します。お邪魔します。ぽ皆さん1個ずつ選んでください。もうチョコレートに行った。ぽチラムイってなんだ。チラムイ戻ってきた。デコポ、これとデコポ、フランボワーズにする。ぽフランボワーズ、ぽ私チラムイタルト、はい、マールショコラ、じゃあピザがマールショコラ、桜モスカルポーネがいい。僕推しの、あ、じゃあやめて。いちごのゴロゴロタルト。あ、じゃあいちごのゴロゴロタルトを一つ。偉いですね、みんなバラバラの違うチルを。やっぱ好みがそれぞれ違うんだっぽ。個性がね、ありがとうございました。ありがとうございましたっぽ。続いて訪れたのは熊本女子に大人気のお店。大人気、大人気、皆さん見てよ、並んでるっぽ。並んでるっぽ。しかもなんか若い、若い、若いね。タピオカとスムージーを組み合わせた飲み物として話題になり、今でも10代から20代前半の女性に大人気のタピキング。もちろんこれ食したことはもちろんある。何度もありますと。実を言うと僕飲んだことないんですよ。恥ずかしいから。そうだから今日みんなと来れてすっごい嬉しい。ジョージお前さ、一度味わってみたかったって、バンドメイドの皆さんを利用すんじゃねえよ。じゃあ皆さん注文お願いします。どうぞ。ヨーグルアンニー、オレオストロベリー、抹茶だったけどチョコバナナで、チョコバナナで、あ、カラフルじゃん。タピオカカラフルじゃん。綺麗じゃん、綺麗じゃん。いただきます。ぽー、おいしいね。めっちゃアンニー、めっちゃオレオストロベリー、めっちゃチョコバナナ。ありがとう、優しいね。タピオカ、あー、入ってる。いつももっと美味しいです、ね、もっと美味しいね。なんかタピオカがちょっと柔らかくなって。これは10代好きだわ、うん、高校の頃もよく買いに来た子、友達とかと、うん、じゃあね、なんかこれはみんな若者代表みたいな感じで食べましたけど、うんうん、次はもうぜひとも僕の世代で紹介させていただきたいものがあるので、うん、ついてきてくれますか。はい、行きましょう。そう言ってやってきたのは、知る人ぞ知る熊本を代表する宝楽まんじゅう。なかなかツボなところに連れていくじゃない、庄司。宝楽まんじゅうって蜂蜜がね、あんこに入ってて、で白あんと黒あんがあるんだけど、これはね、もう本当にソウルフードなの。ソウルフードですか。小林、ね、もちっちゃい頃から食べてた。食べてたよね。回転焼きとかいう名前を大きくなってから知りましたもん。そうでしょ。これ宝楽まんじゅうっぽ。そうそう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぽすごい、ありがとうございます。で、中で持ってきてですね、あの、お金はスイスのケーキとかです。いただきます。ぽー、
ちもちや、うん、もちもち、うん、はちみつだ、そう、はちみつだ、言ってたよ、うん、いいじゃねえか、こんなもちもちしてると思わなかった。どうですか、僕のおすすめ、おじさんのおすすめは。おじさんのおすすめ、おいしい味方ができました。今日一嬉しそうですしね。バラを送りますので、家にいらない、それうまく気に入ってもらえて、よかった、よかった。これで熊本市内の街中をだいたいこうね歩いてもらって、上と下と、上と下と、そしてルーツに行きましたね。そう、すぐ近くと思います。すぐルーツのお店にね、ぜひ熊本出身じゃない他のミクちゃん以外の4人にはね、馬を食べていただきたいなと。はい、今日はね、僕はね、馬しゃぶをご用意しました。馬しゃぶ、馬しゃぶは食べたことないんじゃない？トマトもないっぽ。トマト一足の熊本の。わー、行きたいっぽ。はい、どうぞ。楽しみっぽ。さてさて、やってまいりました。これがお話ししてました金の馬しゃぶ。金の馬しゃぶ、しゃぶしゃぶするっぽ。しゃぶります。しゃぶってください。なんかそれはいいよ、いいよ、いただきます。お出汁の味がしっかりしてるっぽ。何もつけてないのにすごい味が染みるっぽ。一瞬で美味しい。お肉が美味しいっぽね。さすがおまさん、美味しいっぽ。どうだった、久しぶりに帰ってきたというかね。うん、そうですかね。一つ思ったのは、庄司さんは性格が悪いっぽ。うん、ほらみんな、みんなおまさっぽ。そこでバンドのさ、あれ合わせるのやめようよ。ね、みんなおまさっぽね。ほら、いや、みんなどうだった、熊本。うちの人が温かかった。町の人は温かかった。温かかった。ああ、そうです。なんか、あんま冷ややかな目で見られなかった。ね、それはあるかもね。東京だとね。結構、冷ややかな目が覚えてもらえる。そう、ね、若い人たちに番組名を聞いてもらいたいですね、うん、ぜひぜひ聞いてもらいたいっぽ。そんな番組名を、はい、九州ライブありますね。ぽ、ありますっぽ。教えてください、いつでしょう。はい、5月の26日、私たち九州で初のワンマンお給仕になるんだっぽ。ワンマン、はい、あ、お給仕ね。はい、そうそうそう、ライブのことお給仕って言ってまして、5月の26日は福岡のビートステーションにいて、私たちワンマンお給仕やりますので、ぜひそちらの方に九州のご主人様を